はい、速稼塾の久保です。12月20日になりました。もうね、値動きを追うような時期ではなくなりました。こっからの FX の相場解説は一応値動き見ていくんですけども、主には来年から始まる相場の足場固めですよね。去年もやりましたけども、そのためにやることの一番大事なことは基礎用語を覚えてください。基礎用語を覚えるために速稼塾の基礎講座、これもありますんで、必要な方はね、販売しておりますんで、お問い合わせください。価格は無理ない価格に設定しております。去年もね、40名ぐらいの方がご購入いただきました。それから、基礎講座、もうね、そういうのは手に入ってるよって方は、中級編でトレーニングをしてください。これは6ヶ月ほどの講義期間を設けてますので、損はないと思いますけども、これも別売りで販売しております。またこちらの方もお問い合わせいただければと思います。それでは相場解説の方を週が明けたんで、週足の方からやってまいりましょう。はい、週足ですよね。トランプさんからバイデンさんに変わってどうなったかというと、トランプさんの時はこう、バイデンさんに変わってからこうですよ。覚えてます？で、現在、ここがね、緩やかに落ちてきているところで、円安が進んだところでも結局大きなヒゲを出して押し戻されているってことなんで、もう120円までね、一気に上がっちゃうのかなって思った時期もあったんですけども、まあ今は随分抑えられてるかなっていうところですね。新年になってやっぱりね、もう一回120円目指すかもしれないですよ。米国は利上げを始めまして、これからね、日本との金利差、価格差はぐんぐんついていきますから、そうなると日本の円安は過激なぐらい進むと思いますよ。そうなった時に改めて120円の方向に向かうと思います。じゃあデイリー見ていきますね。デイリーだと全体的にはこれね、まとまってるのはここなんですよね。横ばいチックになっております。まあその中心線がちょうどこの辺ですよね。で、たまに上の方に突出しているところがありますけども、やっぱりね、大筋ではこの辺りにレンジを作ってまとまってるんじゃないかなってことですよね。それを細かく見たのが4時間です。はい、4時間の方ではレンジがこういう風に展開されてるのが見えますよね。それも前半と後半に分かれまして、こちらの方のレンジの価格帯と後半のこちらのレンジの価格帯に分かれていきます。で、一瞬こういう風にね、上に飛び出ちゃったんですけども、急速に押し戻されて今113円の698に収まってるところですね。それを1時間でさらに細かく見ていきます。これですかね、1時間ね。だから大筋同じような水準なんです。横ばいなんですよね、もうこれね。ちっちゃなレンジに挟まってるってことで考えていけばいいと思いますよ。まあ、こんなとこじゃないですか。本当に大雑把ですけどね。で、この横ばい傾向がたまに上に突出したり下に飛び出たりとかして、まあでもこういうところでね、ピップスを稼ぐっていうのはもう張り付きじゃないと無理です。張り付ける人は張り付いてください。とてもじゃないけども、利益を得るような時期でも、値動きでもありませんから。ですんでね、しっかりと値動きを見て、基礎用語を身につけて、来年からの足場固めをするってことですよね。とりあえず明日も相場解説はさせてもらいますけども、まあ今日と同じような内容になるんじゃないですか。もう年末はこんなもんなんですよ。だから年末はこんなもんだって深く頭に刻んで、11月までに勝負する。つまり1年間っていうスパンはありますけども、FX ができるのは、正味、11ヶ月だってことですよ。ね。それから、夏場っていうのはこれまたね、値動きが、なんか難しいでしょ ?7、8、9月っていうのはなかなか取れないですから。そうなると、年間で200日ある取引のうち、じゃあ、150日ぐらいしか私たちは勝負できないってことなんですよ。365日の1年の中で、FX の1年っていうのは150日。これが本当のとこじゃないかなと思います。つまり、鳴らしてみると、1ヶ月にだいたい12日ぐらいですよね。月の FX 日数っていうのは20日ですけども、実際はもっと少ないってことなんですよね。そういうふうに考えて、一頭一頭しっかりと見ていきましょう。それではね、もう年単位で FX されている方もいますけども、そろそろ稼いでいきましょうね。では、今日は以上です。